ジャッジメントですの。皆さんどうも、ロハでございます。今回はですね、パチンコトークということで、パチンコトークの、とある科学のレールガンについてね、熱く熱く激熱に、デンジャー柄のようにね、熱く語っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ一杯いただきます。いいね。実はね、最近パチンコでハマってる台がありまして、もう毎日のように打ってる台なんですけど、それがP、とある科学のレールガンです。こちらは、ライトミドルで、大当たり確率239分の1、で、確変突入率、累計で 50%。で、そのうちの、7% がラッシュ直行、それは7点図柄で当たった場合なんですけど、残りの 93% は何ぞやった話になるんですけど、これは、時短を突破するっていう 93% なんですよ。で、時短100回転もらいます。しかもね、その時点で239分の1が、163分の1にね、確率変動されてます。で、時短100回転で163分の1を引ける、確率はね、46%。引き戻し率 46% になります。で、トータル合わせて、そのラッシュ直行とトータル合わせて、まあ 50% になります。はい。で、ラッシュ取った場合だと、ST100 回転の、68分の1のあたりを引き続けるっていう感じで、継続率は、80% になります。なので、平均連チャンって考えると多分6連とか7連とか、それぐらいですね。6から7連ぐらいですね。はい。で、大当たりの振り分けなんですけど、50% が2000発以上もらえて、もう 50% は600発っていう、ちょっと甘デジ並みの出玉なんですけど、この振り分け勝ちすれば、かなりね、出玉がね、爆裂します。はい。で、詳しく言うと、50% が600発で、で、そのうちの 39% が2000発。で、10% 3000発。3300発。で、残りの 1%。これ、アマデジを引くようなタイプなんですけどね。99分の1のアマデジを引くのと同じような感じになるんですけど、この薄い 1% が4700発もらいます。はい。なので、振り分け勝ちすればね、もう万発は余裕でいきます。はい。つか、あれなんじゃないですかね。ラッシュ入ったら、だいたい半分以上は、万発出せるような。それぐらい結構、ライトミドルの中ではね、派遣取れそうなね、ハイスペックとなっております。はい。この台のね、メーカーはね、富士商事になります。はい。富士商事といえば、皆さん何を連想しますか？リングとか、そういう貞子系、ホラー系の版権を持っております。で、被弾のアリアとか、地獄少女。ね、それ以外にも、とあるシリーズもう一つあるんですけど、とある魔術のインデックス。こちらが核変確率 100% の安心安全 U タイムも954回転。ちょっと待って、カミカミ。950回転消化すれば U タイム突入するっていうね、なかなか安定しやすいね、スペックがあります。はい。それ以外にもそうっすね。あと何でしたっけ。暴れん坊将軍も確か富士商事でしたよね。で、あとフェアリーテールとか。その辺が、そうですね。版権持ってますね。まあ、富士商事は、そうですね。まあ、三葉とか三協とか、平和とかに比べると、ちょっとね、個人的には格は一段階下なのかなと思いまして、
パチンコメーカーの、まあ、派遣というのはやっぱり三洋とか三協とか、あ、まあそれぐらいですね。三洋三協でサミー京楽乳銀平和とかそんな感じで、その下の層がなんか富士商事とか第一とか三線 R だ、三線 R&D はちょうど間ぐらいかな。うん、ちょっと話がグダグダになって申し訳ございません。そう、富士商事っていうメーカーはね、なんだ、今すごいね、結構頑張ってるんですよ。これから出てくるね、サラリーマン金太郎もね、あの CR 機時代のね、あの出玉性があるんで、はい。だって2400発もらえますもんね、あれは。なんでね、富士商事さんは本当に頑張ってほしいです。はい、この演出バランスはちょっとね崩れ気味なところがあるんですけど、しかもさ、そのバイブ、このパーッっていうね振動音がねめちゃくちゃうるさくてさ、たまたまさ、そのへそ入賞した瞬間にパーッってくる来たりするからね、すごいビビる。あー、多分あれでしょ、リングとかそういう貞子系もそんな感じなんですよ。いきなりパーッっていうギミックが出てくるんですよ。あのなんか振動ってやっぱり富士商事独特のなんか演出っていうか見せ方だよね。うん、僕個人的にはね好きなんですけどね、あれビビるわ。うん、こうちょうどね睡魔に襲われた瞬間にパーッだったら多分ね心臓発作起こる可能性ありますよ。うん、あと何でしたっけ、まあバイブもそうですし、カスタムもねいろいろモードがあるんですよね。でレールガン以外で富士照準の台そんなに打ったことないんですよ。まあ強いて言うならインデックスとか、あとなんだ、地獄少女、あのキクリのあのアマデジの方ねとか、その辺ぐらいしか打ってなくて、スロットはあのリングの方打ったことあるんですけど、そうですね、レールガンがすごい毎日のように打ち込んでんでね、どのようにねカスタマイズしてるのかねちょっと教えたいと思います。僕はね、パトランプモードでやっております。パトランプモードっての本当にね、ボタンを押せば押すほどね吸引球になったりとかするんですよ。ここになんかパトランプがあります。で数字の表記ができます、出てきます。でその数字が大きければ大きいほど結構期待度が高いんですよ。そうね、デフォルトで言うならパトランプ5とか8とかそれぐらいなんですけど、一桁台なんですけど、熱い演出が来れば来るほど、20だったりとか30だったり、あと50ぐらいだったりとかね。でマックス99回ポポポポポポンって押せばね、どこかでなんか吸引吸引吸引ってなったりとかするんで、ただもちろんね外れることはあります。どんなにその熱い演出だろうが、外れは外れ、当たりか外れの2択なんでね、そこはねちょっと変な期待はねしないでほしい。うん、でパトランプの99は、期待度 62% あります。で50、パトランプ50が確か 40% とかするぐらいでしたよね。あ、通常時の場合は、核変時の場合だと、もうちょっとね、期待度は高いんですよ。核変時は、パトランプ20以上でもう6割超えてます。はい。なんでね、核変時にその20以上の数値が出たら、これはもう当たる可能性が高いなって思ってください。はい。あと、モード、それ以外のモードはやったことないんですけど、なんかプレミアアップモードと先読みモードとかありますよね。はい。なんでもなんかモード選択するときもね結構楽しめたりとかするのでちょっと結構語彙力ないんですけど申し訳ございません。そうね、あともう一つ、あの富士商事さんのいいところはね、通常時でもね楽曲聴けるところなんですよね。はい、レールガンだとあのオンリーマイレールガンとかレベル5ジャッジメントとか、あとはフィーチャーゲーザーって言うんだっけ、読むんだっけ、うん、
とかいろんなね、まあ、レールガンのオープニングとエンディングが聞けるっていうことなんでね。いやー、原作ファンの方はね、本当にもってこいの台ですよね。あれはね、ぜひね、一度だけでいいのでね、打ってほしいです。はい。僕個人としてはね、結構おすすめな台です。ただ、すごいあります。結構あります。ライトミドルの中でも激アラ台です。はい。なかなか時短突破できなかったりとか、まあ、突破できる日は結構な頻度で突破できるんですけど、突破できない日は本当になかなかね、確変取れなくてね、いやーなんか、3回連続単発とか5回連続単発とかあるんでね。いやー時短突破できない時なんで俺こんだけ引きが弱いんだろうなーって、まあそういう劣等感あると思うんですけど、そこはね、落ち込まないでください。引きを貯めてるだけなんで、はい。必ずね、確率はね、収束するんで、時短突破できねえな、俺、時短突破できる割合で言うと2割ぐらいしかねえなと思ったらね、その後にね、どんどんね、確変取れるね、頻度が多くなったりとかするんで、本当に確率は収束するのでね、そこはね、信じてください。はい。あとはそうですね。ただ通常時の回転が遅い。まあ、富士商事さんの悪いところね。通常時が遅い。ただ、あれよりはマシ。酸性 R&D さんから出した、酸性 R&D さんから出した、ゴッドイーター。あれが一番ダメ。通常時すっげえ退屈。バースト、ワンライン、さあ、行くぞ一式ファースト、ツーラインデータ解析します。データ、消失です。これの繰り返しなんですよ。めっちゃ退屈じゃないですか。多分10回転に1回の頻度で、バースト、ワンライン、さあ、行くぞデータ解析します。データ、消失です。10回転に1回の頻度でそれ繰り返すんだよ。だからめっちゃ遅いんですよ、ゴッドイーターは。わかる人はわかる。ええ。レールガンはね、まあ、それよりはマシ。花のケージとか、ゴッドイーターよりはマシ。花のケージとかは、やっぱりなんか、通常時、なんか、キンテロップとか絡んでくるんですけど、その後すっげえしょぼい演出が出るんですよ。で、案の定外れるみたいな。乳銀とかはね、結構通常時、金に絡むような演出があったりとか、して、で、後になんかすっげえしょぼい演出が出てきた。あ、これ外れるんだなって、もうわかるんですよ。うん。あと、第一もそうですね。第一も、まあ、日暮らしのエルゴっていう演出があるんですけど、これ激アツ演出みたいなもんなんですけど、あれね、外れるのが日常茶飯事。演出バランスがすっごいね、崩れてます。ただ、第一よりも、富士商事の方がね、格は上だと思ってます。ただ、そういう優劣つけるのあんまり好きじゃないんですけど、まあ、少なくとも第一よりは、富士商事の方が、その、演出バランスは整ってるんじゃないかなと思います。はい。あと、ラッキーエア、気持ちいいよね。ラッキーエア。この、まあ、今夏なんですけど、まあ、初夏じゃないか。うん、まあ、夏なんですけど、ラッキーエア来るとね、すごい涼みやすい。うん。それプラスアルファ、そうね。激圧柄。富士商事の激圧柄っていうのはね、デンジャー柄なんですけど、デンジャー柄見るとね、すごい脳汁が出るんですよ。あれめっちゃかっこよくないですか？はい。事故現場で見るようななんかデンジャー柄みたいな感じなんですけど、あれ見るとなんかすごい、いやー、脳汁がね、かなり、出るね。ああ。まだね、プレミア富士商事のプレミア、マスコットキャラクターかな藤丸くんってスキンヘッドのね、マスコットキャラクターがいるんですけど、あれが出てきたら、大当たり濃厚なんですよ。ただ、何回も何十回も、レールが打ってんのに、藤丸くんまだ見たことないんですよね。この山陽のサムよりも結構レアなのかね。
見てみたいわ、マジで。で、なぜね、レールガン進めたいのかというとね、まあ、レールガンね、導入されてから半年経ちます。で、いろんなホールはね、やっぱり釘とか緩くしやすいんですよね、レールガンという台は。はい。なんでね、まあ、通常営業日でも特定日でも関係なくね、なんか釘が空いてたりとかすることが多いんですよ。なんで、ボーダーがだいたい20超えることが多かったりとかするんですよ。それプラスアルファ、富士商事はどっちかというとね、回りやすい台なんですよ。ちょっと悪い例で言うと、京楽とか、乳銀とか、あの辺のメーカーは基本的に回りづらいです。はい。この、釘の配置というか、その台の形状があんまりよろしくないし、うん、ああいう系統のね、パチンコ台は回らないです。ただ、三峡と富士商事、そう、このあたりはちゃんと回るんですよ。ステージ性能もね、割といいので。ステージから割とへそに入賞すること、割かし多いんですよね。はい。なんで、ステージ性能も優秀だし、そういうなんか釘の配置もね、割といいんですよね。富士商事と三峡とかは。なんでなんかボーダー20超えることが結構多かったりとかします。なんで皆さん、まあ、地域によっては結構、釘の調整の差があると思うんですけど、特定日の日にね、ぜひ、レールガン打っていただけると、期待値、詰めることができます。まあ、ホールによるけど。ただ、すごい、かそってる店は行っちゃダメだからね。割と、客付きのいい、稼働率の高いね、パチンコ屋に行った方がいいです。はい。そっちの方が結構期待値詰めるんで、釘の調整も良かったりとかするので、まあ、仮想店より、集結してる店に行ってください。マルハンとかがおすすめです。はい。しかもかつ、やっぱり稼働率もね、比較的上位に食い込んでるんですよ。まあ、今の時代だとそうね、リゼロ、エヴァ、ユニコーン、あと北斗無双、ジャギーとか、まあ、レールガンも結構ね、稼働率は上位の方に食い込んでます。あと、バキもそうですね。バキもね、今のところ、結構ね、稼働率が高くて、うん。バキはね、そんなに打ったことないんですよね。うん。そんな感じですね。あと、まあ、中古価格も、レールガンだいたい今のところ50万ぐらいいってるみたいで、割とね、中古価格が高ければ高ければね、結構人気の台というか、まあ新台はね結構、その中古価格高い傾向なんですけど、稼働貢献できてる台は基本的にね、価格が結構高騰化しやすいんですよ。はい。今で言うと、エヴァとリゼロが中古価格がだいたい400万前後なんですよ。で、ユニコーンで110万とか120万とかするぐらいで、ジャギーで100万いくかいかないかぐらいなんですよね。もう稼働貢献してるからね、結構価格が高騰化しやすいんですよね。うん。なんで今後はね、カラクリサーカスとか、サラリーマン金太郎とか、あと、シンフォギア、そう、シンフォギア導入されます。あとなんだ?うん、まあ、ひとまずはそんなところですね。はい。いや、今の時代はパチンコですよ。パチスロ6号機からはね、結構下火の時代になってるんで、ただ 6.5 号機は、サダマ2400枚まで出るので、万枚とか行く可能性はあります。はい。なんで、ちょっとずつね、V 字回復できてるのかな?うん、パチンコもそうだけど、スロットもね。ただね、遊戯人口が減ってる傾向があるのでね、皆さんでね、パチンコ業界、盛り上げていきましょう。そうしないと、どんどん衰退化して、パチンコという概念がどんどん薄くなっていくんでね。はい。まあ、どれもこれも、まあ、少子高齢化の問題でね、衰退化していくのは当たり前のことなんですけど、
できるだけね、まあそうね、パチンコはギャンブルなんでね、なかなか手出すにも抵抗があったりとかするんで、貢献できる方はね、ぜひね、貢献していきましょう。皆さんでね、これからはね、とある科学のレールガン毎日10時間以上打つようにしましょう。あの台は本当にハマります。ただ右打ち中の出玉速度非常に遅いです。ただ昔の CR 機を思い出すような、なんか懐かしいんですよね、ああいう系統の台というのは。最近は時速なんか7万発とか6万発とかえぐいよね。こう時速だけで求めちゃいかんよ。まあ、確かに仕事帰りのサラリーマンはそういう台は救世主なんですけど、やっぱりなんか昔の CR 機のように右打ちがちょっとグダグダ感、なんかもっさりしている台もなかなかいいんじゃないかなと思うんですよね。この脳汁出るその時間が結構ね、長時間出やすくなるんで、レールガンみたいなスペックも悪くないと思います。しかもさ、大工の原産あるじゃん。大工の原産は時短、違う、ST3 回転プラス残保留1回転で 2V1 を当てるみたいなやつあるじゃん。あれ結構ね、結構な確率でスルーしやすいんですよ。だから継続率 93% と歌っているんだけど、確変スルーする確率の方が高いんですよね。レールガンよりも大工の原産がね、結構単発率高いイメージがあるんですよね。こんなさ、4回転のうちに2V1を当てろとかさ、逆に難しいよね。だったらさ、ST100 回転の68分の1の方が、なんか結構連チャンしやすいなっていうイメージがあります。まあ、僕個人的な意見なんで、人それぞれそういう感覚が異なったりとかするんで何とも言えないんですけど。はい。ということでね、ちょっと尺の時間が長くなってしまったんですけど、今回はね、パチンコ、とある科学のレールガンについて、述べていきました。ちょっと日本語が支離滅裂していて申し訳ございません。はい。滑舌本当に悪いね。ダメだな、本当に。ということでね、またね、パチンコ系のね、まあトーク、近況報告できればね、どんどん投稿していくので、よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん、さよなら。